はい、皆さんこんにちは。今回は私の車仲間とサーキットの狼ミュージアムに遊びに行った時の様子です。しかし実は今回別のある2つの目的もあって行ってきました。それではどうぞご覧ください。こんにちは。友達連れてきました。ゾロゾロと連れてきました。なんか天気が微妙で、まあ一瞬通り、この後まあ大丈夫そうですね。大丈夫そうですね。一瞬だけ、あの私の大学の自動車部の、あ、どうもお世話になります。その弟さんで、あ、どうも。たまに来てるんですけど、すごいの昨日も来てましたけど、明日先輩から北陸出すかもよなんつったら雨が、あ、また来てくれた。山仲間、山仲間ね、筑波山仲間。山って登山じゃないからね。登山じゃないです。まあある意味登山ですね。上がったり下がったり。上がったり下がったり。やる気ですか。あ、制服です。制服。戦闘服はまた別であるんですけど、サーキット用の。この中にある車にはとてもかな。これはスーパーカーじゃないですからね。スポーツカーだ。でも12もすごいですけど、やっぱり。コンパクトで、そうなんですよね。コンパクトさが僕好きなんで、幅まあまあありますけど、幅がすごいですね。ホイールベース短いんで、もうクイックに。私あの、まあ、今家川口なんですけど、駅の近くで、はいはい、GTA、はいはい、乗ってる人とかいて、結構なんかまあ60を超えてるぐらいの、はいはいはい、渋いなっていう。そうですね。やっぱあれぐらいの105系って言うんですけど、やっぱ60、70のこう白髪でこう白く染まった人が乗るとかっこいいですよね。うん、僕なんかまだまだ20年早いですね。本当まあ昔から好きではあるんですけど、そのお金がないんでそんなに買えないんですけど。僕もこれともう一台はもう Nボックスで、おとなしく。やっぱり普通の車もう一台持ってないと。そうですね。っていうかまあこれも故障も何もしないんで、ただ買い物ができないっていう、ね、トランクがあのエンジンルームの真後ろなんで、まあ、このみんなそうですけど MR はみんな温まっちゃうんで、ね、生もの買えないってA110 とゴルフバッグ小さいのは入るか、 NS 入んねん、ね、口が小さいから、あ、そう、うん、でもまあ助手席置けばどう、まあ、おればね、おればね。なるほど。それ何でも入るじゃん。あの牧田さんから許可が出ないとタイヤ変えられないんですけど。まだ待て。いや、この間カップ2に6月に負けたの。いいんですよ、負けて当然なんですよ。まだこのタイヤじゃん、トラックモードで。いや、まだ早いじゃん。あと 2、3 回はさっきとまだいけるっしょ。いやいやいや、気持ちはわかるけど、まだどうやっても、だって無印のピュアですよ、うん、ピュアにもうライン取りで全然お話にならない。いや、いいんです、もう人は人。何そのうちはうち、よそはよそみたいな。こうやってファミコン買ってもらえなかったタイプだから。このタイヤなりの走りをまず学習した方がいいです。いや、コントロールはしやすいんです、うん、絶対的なグリップはやっぱ足んない、うんうん、まあそれはしょうがないですね。パイロットスポーツ 4DT、うん、パイロットスポーツ4童貞ドリフト童貞童貞童貞タイヤ。相変わらずアホなことばっかり。そういうことやってから YouTube にカットされるところが多いんで。最近カットしないですよ。それはそれで恥ずかしいな。アルピーノ、まあ、昨日アルピーノの話聞いたんで、はいはい、ちょっと連れてこなきゃ。はい、アルピーヌはまだ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 いつ来るかわからない。2、3 年ぐらいかかりそうですね。そのぐらいかかる。なんか部品が来ないって。すごいですよね、これ。ねえ、すごいですね。はい、私も86持つんですけど、全然違うわ。あ、ね、もういや、これ、一回乗せてもらったんですけど、うん、もうレーシングカーでしたよ。なるほどね。うん、あのシフトの感覚とか、だって機械式デフ入ってるんだもんね。ツインプレートクラッチ、はい、純正っすよ。じゃあ
あ、いいよ、いいよ。なんかみんななんか待ち構えてね。待ち構えてね。バッテリー交換をしただけで。あ、何、誰が？なんかお客さんが。いいよ、いいよ。あれなんだように、なんだったら後ろ、外に向けて、うん、まあ、お任せします。なるほど。そうですね。カーボンなだけじゃなくて、形状が違う。社長座ってみてください。俺が言うのはあれだけど。ね、関吉さん、関吉さん座っていい？あ、大丈夫です。あの運転席に、もう本当座るだけで、うん、これレーシングカーだなって思います。鍵、鍵、鍵。すみません。あ、一応リモコンなんだ。このサイドサポート。うわ。うわ。うわ、これ純正っすよ。純正。メーターつけたんですよね。あ、そう、メーターつけました。あ、本当だ。あのぽっかり空いてたのが。やる気満々。もうすごい、100台限定なんです。あ、そうで、100台限定で、これが、でも実際75台しか、注文来なかったんで、75台しかないです。なるほど。やっぱりみんな GL、MN の方に行っちゃうんですよね。あれはね、うん、やっぱってのもトヨタ純正っていうのが強いよね、向こうね。これ TRD だもんね。あ、なるほど、TRD の方も、うん、そうです、コンプリート。これはいないもんね。そうですね、あんまりないみんな知らないし、この知らない、そうそう、知らない、素通りされる。私もね、86指名買いではなかったんですけど、要は遊びの耐久レースで、あの富士の7時間耐久とかに EG6 のシビックで出てたんですよ。でも EG ではちょっと戦闘力不足で、インテア R かなんかに乗り換えようと思って、ーチームに行ったら FR がいいなとかいうやつがいて、えーって言って、もう出たての頃の一番安底根みたいなやつを買って、買ったらなすごい気に入っちゃってこれいいじゃんとか言って最低限のとこだけオイルクーラーと、まあちょぼ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 と最低限のだけやって、年に1回の耐久レースに使っているというで、普段は普段乗りしているという。クラミの消しゴムおかしい。でもやっぱ立ち位置が違うと思ってて、フォーシーンもエリーゼも非日常の車だけど日常側にも来れる。アルピーヌってどっちかというと日常側にだけど非日常にも行ける。こうなんですよ。なるほど、うん、確かにそうっていう感覚があります。だからそこまでスパルタンじゃないけどちゃんとサーキットに行っても、まあついていけるぐらいは走れる、うん、デートに使えるもんね。そうそうそう。でもエリーゼとかフォーシーってデートで初めてデートする女の子を、ね、乗ってったら、うん、いこれ悪いですね、うん、言われる、うん、好きな人ならいいですけど。いや、変態だよね。変態じゃない変態じゃないと好きとは言わない。あ、女性の方、女性の方。いや、俺は変態だけど一般の方はすごいとは何ない、何ない、何ない。デザインがね、やっぱ A110 は割と普通に日本人でも受け入れやすいデザインだよね。まあ、そのなんていうの、オラオラしてない。 あ、そうそうそう、うん、オラオラ感ない、オラつかない、奥ゆかしさみたいなものは。よっぽどこっちの方がオラオラしてるよね。一番オラオラしてるからこれね、なんか刺さりそうだね。うん、です、出ますよね、やっぱり。バラバラの連れてきましたね、俺。バリエーション豊か。バリエーション豊かな。あ、こんにちは。友達たくさん連れてきました。変態仲間をいっぱい連れてきました。変態仲間。書いてある。AC 社のエースっていう車が、この形の車があって、それをシルビーが目につけて、上にちょうど V8 乗ってた。あのトラクターのエンジン乗っけたら早いんじゃねっていうのがスタートですよね。で、V8 乗せて、コブラっていう名前で。エンブレムがかっこいいっすね。
本当コブラスもんね。ツヤさんとインコに見えるって。まあまあまあ。まあ、この辺から。まあそうそう言われるとそうにしか見えなくなってる。マジでその辺から見たら。いや分かるよ。私も鳥かなって思った。もうそうにしか見えない。急に可愛く見えてる。独特しいイメージがちょっと可愛い車になっちゃった。何も知らないからキューブみたいな可愛い顔してた。なるほどね。激墜、そう、激墜ですよ。ね、これあの世代じゃないですけど。俺も違うよ。あの去年行ってた歯医者に前科があったんです。うん。なんかそこで読んで。どっかに漫画あったな。あの何だっけ、あの方のポルシェ全然ね、今928高校の時にバイトしてたらこれがスタンドに来て、うん、ハイオクマンタンってとんでもない量入るんですよね。さすがアウトバーンの車、80何リットルのアイテムしてるんですか。昨日、さくらで車のイベントがあって、はいはい、フォード GT50 これはあの今のフォード GT じゃなくて、もう当時の ちっちゃい車、ちっちゃい方、うん、ええちっちゃい、あカートかなんかにボディ乗っけたやつ、ミニカー、かっこいい。多分あの作った、うん、古川さんが作ったと思うんですけど、本当だ、うん、人と比較すると、うん、あれってなりますね。こんなもんしかなくて、で こうやって大人も乗れるんですか、うん、一応ミニカー登録したって、あ、ナンバーついてるんです、自走できたって。どっから東京ナンバーだったけど、あ、ドアは開かないんです、ね、全部これテープなんで、うーん、見たかったな、見てほんと寝っ転がって運転する、うん、ほんとこうで、この中にハンドルがやっぱ中央だから、はい、カートかなんかで、あ、うん、真ん中にハンドル、うん、あ、ほんとだ、ほんとだ、うん、すごっ。いや、世の中には変態、昨日のね、一番ですね、昨日の一番これ、いや、変態には上がこれ叶わない、キリがないですね、叶わないです、ね、今の車種構成がどうせ大バカ野郎なんだ。あ、そう、コンテスターあるあるある、なんだっけ、あの GT ロマンかなんかしか見たことがない。あー、筑波さんたまにいるよ、本当走ってる変な車種構成、すごいね、 D のがまたかっこいいよね、もう用意してない、私のなんかこのキャノピー周りの作りがちょっと、ね、うん、ワンテンと似てる、だその時代の作りをオマージュしてるんですよ、ね、あ、そう言われるとそうだね、そう、一応すごいラインだね、これをだってあるの分かんない、 FRP じゃん、このメッキの使い方がいいよね。あ、まあ、これクラシックカーみんなそうだけどね、うん、モールとかね、そうマートこれ全開だって無理やろあのこれだって、ね、ここの部分しかほら、あ、まあそうね、あ、そういうことか、ここしかないのか、だいたいここにもこの寝方が、うん、ワイパーいるでしょ雨降ったらだってあの社長この間言ってたんですけど、ね、この料金所で僕が言うのあれだ料金所、あの ETC の効かない料金所でお釣りを握ったら手が引っ込まなくなるこうしないと通らないとこうじゃないとドバイかなんか限界疲労ゲームもっと出れない握っちゃダメ、握っちゃこうやって持たなきゃこんなテクニックドライブスルーみたいな、そうそう、猿でなんかそれで捕まえる猿から物取られないよ、ほらカウンタックリバースとか有名なんですけど、そのネタはちょっとこう、うん、マニアックすぎて知らないってことですか、もう大昔ですけどね日本一出版数の多いジャフメイトにね、私がカウンタックリバースしてる写真があったんですよ、オープンした時に、あの僕がやっ
やったわけじゃなくて、はい、ジャフメイトの人にリクエストされて、はい、カウンタックリバースっていうのをやってくださいって言われて やってみせたら、うん、それがジャフメイトに乗っちゃって、おそしたら鹿児島のなんか親戚から乗ってましたねとか言って、ね、日本一出版数の多い一貫誌鹿児島の方から反響があったと思ってでもヤロトさん足遠いですよね。あ、いや、本当にないですね。意外といけるもんだ。意外といけるんですけど、ここが滑るんですよ。このあのサイドシル、サイドシルがこう斜めになってて、はい、ここに腰下ろしてるとね、結構ずり落ちるんで、ずるとかなると危ないんで、ね、下手す。私はあんまりやらないんですけど、みんなね、ひょいひょいやる人もいますけどね。すげえシーンとこれ。なんかもうハンモックみたいな。ハンモック確かにそう言われると絶対この方が乗り心地いいって小ネタとしては、はい、スライドだけじゃなくて、はい、こう全体リクライニング、はい、あもう乗ったままできる、できるはず、やったことないけど変なこと聞いてしまった。レバーがね、たぶん2本あって、はい、あこれですね、これであ、本当だ、本当だ、あ、本当だ、え、なんか一瞬取れちゃいそうな感じ、なんか取れそうか、アルピーヌより高機能だよ、うん、アルピーヌボルト外さないと高くないよ、フォーシーもそう、フォーシーもそう、でしょ、うん、すごいね、さすがあれはな、当時から当時からすごいね、その辺はね、ちゃんとしてますよ、うん、そのでもお釣り取れないこれをね、これ横向きにすれば何のことはなかったんですけどね、あのレース用のアクリル埋まるみたいなね形メインだ、うん、いやでもこれが当時最先端のねウェッジシェイプでみんなこういう格好になったわけだから、コンセプトがあったいらしいもんね、これ、それはね、完全にガンディーニのラインですよね、急行知ってる知らない YouTube で見た。その中に。え？その中に。あ、これ。これ。そう。それ分かってるよね。どうさ、まあ例えば PVR もそうですけど、あのスーパーカーめんどくさいこと。利便性考えてないでしょうね。知らないとドアすら開けない。うんうん。給油もつらできない。向こうにもある。セパレートなんですか。タンクはセパレート。飛行機か。いやでもね、ミッドシップ航空ね、ストラトスとかもそう、ストラトスも308もあの中ではつながって、あのパイプはつながってる。パイプですね。この辺もそうですよね。そうそうそう、これもヨーロッパに至ってはちゃんと入り口も2つあるという駅面が1点なのに5分ぐらいかかるんですよ。だいぶかかります。細いんで繋がってんでしょうからね。満タンになったと思ったらまだまだだったみたいな。反対側行ったあれで多分ね25だと思うんですよ。あ、50も入るんですか。そう、セルフじゃなくて入れてくれるとこだったら、あ、そうですね、満タンですって言ったら終わりで、そうですね、いやいやまだです、まだです5分後もう一回やってくれって反対側もいいかなきゃ満タンにはできるんですよ。だから1回途中まで入れたら一服しに行くぐらいそうね、そうとかしてみたいな、タバコ1本吸ってる間ちょうどいい。精神的にもあの時間的にもお金的にも余裕がなくて。あ、そうですねそうっす。いやでもまあ、まあ、でもめんどくさいのがいいっていう人は多いからね。あ、俺めんどくさいのが好きだね。だいたいほらそういう変態車がね、それを自慢し合うじゃないですか。あ、そうそうそう、俺の車みたいな。アルファなんかさ、ローダー乗った自慢とかするもんね。アルファだいたいエンジンかからない自慢。そうそう、壊れた自慢、取れた自慢。ジョージからヨーロッパで、あ、来た。いやいやいや、この並びで止まってくれましたね。あ、南さんですか。あ、はじめまして。あの、いつも YouTube 見てます。僕もちょっと細々とやってて。今日来られるって聞いて、昨日も僕来てたんですけど。あ、そうなんですか。明日南さん来るよって聞いて、あ、じゃあ行かなきゃと思って、また今日も来ました。どちらからなんですか。筑波なんで。あ、筑波。ちょうどドライブコース。あ、そうなんですか。
欲しいです。あ、欲しいですね。あ、なんで分かったんですか。アルファの。あ、そうか、これ来てる。確かに。そうそうそう。こんにちは、どうも。お疲れ様です。すごい感じになってます。なんかこれ、白塗りました。塗りました。そうですよね。うちの従業員が塗りました。あ、そうなんですか。ちょっとこの辺見せてるあたり彼っぽいな行き過ぎちゃった行き過ぎたんだなと思ってそうですね、途中でパーキングでちょっと寄ってない、まあほぼ3時間ですね3時間、しかも両足のヨーロッパでそう結構回りますよね。だから今日なんか気のせいかもしれないけど、エンジンの音が静かになったようなんだよね。なんでだろう。いや、前は80、90以上出してくるともううるさかったね。なんかもうね、耳が遠くない。耳が遠くない。そうそう。すごいある。低いよね。だって、ドアのラインと同じぐらいじゃない？ヨーロッパスペシャル、あの中に白いのあるじゃん一緒一緒、うん、南さんが来たと同時に太陽も出てきましたねさすがです専用タイヤは転がり抵抗かっこいいおっさんの人並んでるのがまたすごいですよね。そうですね、アメリカと本物が並んでる見比べることができる。はい。はい、というわけで今回の動画は以上となります。次回はこのアリタリアカラーのフォークリッチとランチアストラトスのご紹介をしてみたいと思います。いろいろと細かいところやマニアックなところもたっぷりとお話を伺うことができました。それでは今回もご視聴ありがとうございました。